お待たせいたしました。今日も広電電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は20日市、5日市、商工センター、西広島、原爆ドーム前、神谷町、8丁堀を通ります広島駅行きです。お降りの際は係員のおります扉をご利用ください。混雑の際お立ちの方はお降りのお客様に通路をお譲りくださいますようご協力をお願いします。カードを2人以上またはお子様、割引運賃でご利用の方はお降りの際カードをお通しの前に乗務員にお申し付けください。次は広電アジナ、広電アジナに停まります。お家のリフォームや修理のことならすべてお任せの小畑ホームサービスです。詳しいことについては駅看板をご覧ください。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は、アジナ東、アジナ東に停まります。アジナと原には、あなたの第二の家があります。老人ホーム。デイサービスの精霊園、アジナ精霊、第二精霊園です。車内では、携帯電話の電源をお切りください。周りのお客様、特に、医療器具をご使用のお客様へご配慮くださいますようご協力ください。携帯電話をお持ちの方にお願いいたします。譲り合いの席付近では電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮くださいますようご協力お願いいたします。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は、地御前、地御前に停まります。福原動物病院は、こちらでお降りください。ご乗車の際、カードでご利用のお客様は、カードリーダーにお通しください。現金、定期券でご利用のお客様は、整理券をお取りください。運賃は、乗務員に渡さず、直接運賃箱にお入れいただきますよう、ご協力お願いいたします。広電宮島線では、ただいま、踏切事故防止キャンペーンを実施しております。踏切通行の際には、一旦立ち止まり、左右の安全を確かめてからお渡りください。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は、JA 広島病院前、JA 広島病院前に停まります。アジナと原には、あなたの第二の家があります。老人ホーム。デイサービスの精霊園、アジナ精霊、第二精霊園です。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は、宮内に停まります。デリカウイングは、仕事と家庭の両立を支援いたします。車内に譲り合いの席を設けています。お年寄りや体の不自由な方、妊娠中やお子様連れの方などへ、席をお譲りくださいますよう、ご協力をお願いします。広島駅行きです。危険物の持ち込みと喫煙はご遠慮ください。ご乗車ありがとうございます。次は、20日市市役所前、20日市市役所前に停まります。20日市文化ホール入り口です。ランチから夜の宴会までニーズにお応え。土日、祝日、休まず営業。3
桜ピア7階レストラン20日市はこちらでお降りください。皆様に幼児同伴の運賃についてお知らせします。1歳以上6歳未満の幼児をお連れの場合、3人までが無賃です。4人目からは小児運賃をいただきます。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は広電20日市、広電20日市に停まります。仏壇、仏具、信用と信頼の朝倉仏壇店。朝倉仏壇店は仏壇のリフォームも行っております。20日市電停より徒歩3分です。20日市署は平成16年10月上平で発生した女子高生殺人事件を捜査中です。事件に関する情報をお寄せください。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は山陽女子大前、山陽女子大前に停まります。笑顔あふれる学園生活、山陽女学園中等部へお越しの方はこちらでお降りください。定期券ははっきりとお見せください。広電宮島線ではただいま踏切事故防止キャンペーンを実施しております。踏切通行の際には一旦立ち止まり、左右の安全を確かめてからお渡りください。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は楽楽園、楽楽園に停まります。ジョキジョキビーン、あなたの町の散髪屋刈り上げくん楽楽園店はこちらでお降りになると便利です。運賃は乗務員に渡さず直接運賃箱にお入れいただきますようご協力お願いいたします。広島駅行きです。危険物の持ち込みと喫煙はご遠慮ください。ご乗車ありがとうございます。次は佐伯区役所前、佐伯区役所前に停まります。弱酸性ウェーブベルジュバンスサロン美容室トップス前です。車内では携帯電話の電源をお切りください。周りのお客様、特に医療器具をご使用のお客様へご配慮くださいますようご協力ください。携帯電話をお持ちの方にお願いいたします。譲り合いの席付近では電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮くださいますようご協力お願いいたします。平成18年1月16日よりラッシュ時の下り商工センター入り口、山陽女子大前の駅周札員を廃止いたしました。詳しくは駅または車内ポスターをご覧ください。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は広電五日市、広電五日市に停まります。住友不動産販売五日市営業センターへは駅北口よりお越しください。車内事故防止のためお立ちの方は釣り革または握り棒をお持ちください。広島駅行きです。危険物の持ち込みと喫煙はご遠慮ください。ご乗車ありがとうございます。次は鈴ヶ峰女子大前、鈴ヶ峰女子大前に停まります。痛みは体の SOS、 腰痛、
肩こり、頭痛、ぎっくり腰は信頼と実績で30年。カイロプラクティック院広島へ。鈴ヶ峰学園前です。定期券ははっきりとお見せください。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は、井の口に停まります。市内7店舗、スクーターからハーレーまで、全メーカー取扱いのビッグバイク井の口店前です。屋上の S の看板が目印です。定期券ははっきりとお見せください。鉄道テロを未然に防止するため、不審物を発見した場合、触らず、乗務員、または係員へお知らせください。ご乗車の際、カードでご利用のお客様はカードリーダーにお通しください。現金、定期券でご利用のお客様は整理券をお取りください。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は、商工センター入り口。商工センター入り口に停まります。JR 新井の口駅前です。大人から子供まで思いっきり遊べる。バーチャルスポーツセンター、打撃王でレッツエンジョイ。カードを2人以上、またはお子様、割引運賃でご利用の方は、お降りの際、カードをお通しの前に乗務員にお申し付けください。広島駅行きです。危険物の持ち込みと喫煙はご遠慮ください。ご乗車ありがとうございます。次は、草津南に停まります。今晩の夕食はお決まりですか？ボリューム満点、経済的。吉恵広島は、奥様の立場で考えた健康メニューの食材をお届けしています。車内では、携帯電話の電源をお切りください。周りのお客様、特に医療器具をご使用のお客様へご配慮くださいますよう、ご協力ください。携帯電話をお持ちの方にお願いいたします。譲り合いの席付近では、電源をお切りください。それ以外の場所では、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮くださいますようご協力お願いいたします。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は、草津に停まります。ライフスタイルに合わせて、住まいのリフォームをしてみませんか？小回り、シンプル、良心的、サエラへお任せください。車内に譲り合いの席を設けています。お年寄りや体の不自由な方、妊娠中やお子様連れの方などへ席をお譲りくださいますようご協力をお願いします。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は、古江に停まります。西の三輪さん、三輪明神広島分子、レストラン三輪桜山荘へお越しの方は、こちらでお降りください。運賃は乗務員に渡さず、直接運賃箱にお入れいただきますようご協力お願いいたします。平成18年1月16日よりラッシュ時の下り商工センター入り口山陽女子大前の駅周札員を廃止いたしました。詳しくは駅または車内ポスターをご覧ください。広島駅行きです。危険物の持ち込みと喫煙はご遠慮ください。
ご乗車ありがとうございます。次は、高須。高須に止まります。綺麗な肌、ストレス解消、疲労回復に本格的、岩盤浴。秋、天正の湯。宮島街道沿い、こちらの電停より徒歩5分です。広電宮島線では、ただいま、踏切事故防止キャンペーンを実施しております。踏切通行の際には、一旦立ち止まり、左右の安全を確かめてからお渡りください。広島駅行きです。ご乗車ありがとうございます。次は、東高須。東高須に泊まります。写真は未来の宝物。携帯電話のプリントから写真の修正まで。デジタルフォトのスタジオ建造前です。広島駅行きです。今日も広電電車をご利用いただきましてありがとうございます。次は広電西広島。広電西広島に泊まります。光と緑と音楽にあふれる広島音楽高等学校、健診幼稚園へお越しの方は、こちらでお降りになると便利です。お子様から大人まで楽しく学べる音楽教室も開講中です。この電車は、原爆ドーム前、神谷町、八丁堀を通ります、広島駅行きです。広島駅行きです。電車とホームの間が空いております。ご注意ください。車内の整理券をお取りください。次は、福島町。福島町。藤井工業は、建設工事、解体工事を行っております。家屋解体など、お気軽にご相談ください。藤井工業入り口です。お降りの際は、係員のおります扉をご利用ください。混雑の際、お立ちの方は、お降りのお客様に通路をお譲りくださいますようご協力をお願いします。運賃は、宮島線よりご乗車の方は直通運賃を。市内西広島よりご乗車の方は、大人150円。子供80円をお支払いください。お降りの際、直接運賃箱へお入れください。カードを2人以上、またはお子様、割引運賃でご利用の方は、お降りの際、カードをお通しの前に、乗務員にお申し付けください。This streetcar is bound for Hiroshima Station. Passengers going to Peace Memorial Park, please get off.At the Atomic Bomb Dome. 運行中、前の電車に接近した際には、一旦停車した後に動き出しますので、お立ちの方は、釣り革か握り棒をお持ちになり、転倒事故防止にご協力ください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は、西観音町。西観音町です。行って納得、学んで実感、資格を取って夢実現、技術者のプロを育てます。広島工業大学専門学校前です。車内では、携帯電話の電源をお切りください。周りのお客様、特に医療器具をご使用のお客様へご配慮くださいますよう、ご協力ください。携帯電話をお持ちの方にお願いいたします。譲り合いの席付近では、電源をお切りください。それ以外の場所では、マナーモードに設定の上、
通話はご遠慮くださいますようご協力お願いいたします。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は、観音町。観音町です。お好み焼き、鉄板焼きの風の町へお越しの方は、次でお降りになると便利です。次の観音町は、電停の幅が狭いため、お降りの際には、電車や自動車に十分ご注意ください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は、天馬町。天馬町です。ふりかけ、旅行の友でおなじみの田中食品本社は、こちらで降りられると便利です。次の天馬町は、電停の幅が狭いため、お降りの際には、電車や自動車に十分ご注意ください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は、小網町。小網町です。外科、整形外科、脳神経外科、内科の志村病院へお越しの方は、こちらでお降りください。志村病院は、24時間救急対応しています。次の小網町は、ホームのない平面電停のため段差がございます。また、お降りの際には、電車や自動車に十分ご注意ください。車内事故防止のため、お立ちの方は、つり革、または握り棒をお持ちください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は、土橋、土橋です。オール電化住宅ショールーム、エネルギア住宅工房は、平和大通り電気ビル2階です。船入り、江場、横川駅方面はお乗り換えです。現金で乗り換えの方は、土橋までの運賃をお支払いの上、乗務員より乗り換えカードをお受け取りください。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。危険物の持ち込みと喫煙はご遠慮ください。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。危険物の持ち込みと喫煙はご遠慮ください。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。危険物の持ち込みと喫煙はご遠慮ください。次は、十日市町。十日市町です。あなたの心と体の健康を応援する横山内科クリニックへお越しの方は、こちらでお降りください。ドア付近にお立ちの方は、開閉するドアに十分ご注意ください。ご乗車の際、カードでご利用のお客様は、カードリーダーにお通しください。現金、定期券でご利用のお客様は、整理券をお取りください。まもなく電車が右に曲がります。お立ちの方は、ご注意ください。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。
広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。次は、本川町。本川町。開運の神様、空鞘神社入り口です。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は、原爆ドーム前、原爆ドーム前、商工会議所前、平和記念公園入り口です。The next stop is the Atomic Bomb Dome. Please get off at the next stop if you're going to the Peace Memorial Park. Thank you. 駅停留場は終日禁煙となっております。周りのお客様にご配慮くださいますよう、皆様のご協力をお願いいたします。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は、神谷町西、神谷町西、バスセンター前です。川村病院前です。広島港方面はお乗り換えです。現金で乗り換えの方は、神谷町までの運賃をお支払いの上、乗務員により乗り換えカードをお受け取りください。The next stop is 神谷町西。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。この電車は広島駅行きです。次は神谷町東、神谷町東です。県庁市民病院前です。総合ウェディングショップ渡部ウェディング前です。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。次は、立町です。三菱 UFJ 証券広島支店前です。車内では、携帯電話の電源をお切りください。周りのお客様、特に医療器具をご使用のお客様へご配慮くださいますよう、ご協力ください。携帯電話をお持ちの方にお願いいたします。譲り合いの席付近では、電源をお切りください。それ以外の場所では、マナーモードに設定の上、
通話はご遠慮くださいますようご協力お願いいたします。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は八丁堀、八丁堀です。障害教育総合学園のヒューマンアカデミー、人材派遣のヒューマンリソシア前です。白島方面はお乗り換えです。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。危険物の持ち込みと喫煙はご遠慮ください。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。危険物の持ち込みと喫煙はご遠慮ください。広島駅行きです。乗り換えカードをお通しください。車内の整理券をお取りください。危険物の持ち込みと喫煙はご遠慮ください。次は、恵比寿町。恵比寿町です。まあ、いっぺん来てみんさい。うまいけ。広島風お好み焼きと鉄板焼きの五右衛門入口です。乗り換えカードは降りる際、カードリーダーにお通しください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は、金山町。金山町。屋上看板が目印の翡翠金山町本店前です。鉄道テロを未然に防止するため、不審物を発見した場合、触らず、乗務員または係員へお知らせください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は、稲荷町。稲荷町です。広島インテリジェントホテルアネックスへお越しの方は、稲荷町交差点をお渡りください。車内に譲り合いの席を設けています。お年寄りや体の不自由な方、妊娠中やお子様連れの方などへ席をお譲りくださいますようご協力をお願いします。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は、的場町。的場町です。全身の CT、MRI 検査は、あずまクリニックへご相談ください。段原大通りへ、徒歩3分です。肘山下方面へお越しの方は、お乗り換えです。現金で乗り換えの方は、的場町までの運賃をお支払いの上、乗務員より乗り換えカードをお受け取りください。
ご乗車の際、カードでご利用のお客様はカードリーダーにお通しください。現金、定期券でご利用のお客様は整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。広島駅行きです。車内の整理券をお取りください。次は、円高橋町。円高橋町。みんなのかかりつけ薬局、保健調剤の折田薬局前です。次の円高橋町は、電停の幅が狭いため、お降りの際には、電車や自動車に十分ご注意ください。運賃は、宮島線よりご乗車の方は直通運賃を、市内西広島よりご乗車の方は、大人150円、子供80円をお支払いください。両替は、あらかじめお済ませくださいますようご協力をお願いします。カードを2人以上、またはお子様、割引運賃でご利用の方は、お降りの際、カードをお通しの前に乗務員にお申し付けください。お客様にご案内いたします。広島駅仮設改札口は廃止となりました。料金のお支払いは、電車降車時に乗務員または係員のおります扉にて、直接運賃箱へお支払いください。ご乗車ありがとうございました。次は終点、広島駅、広島駅です。どなた様もお忘れ物のございませんようご注意願います。The next stop is Hiroshima Station. This is the last stop. Thank you for riding the streetcar. 環境に優しい広電電車のまたのご利用をお待ちしております。